はい、動画ご覧いただきありがとうございます。今回は、運動神経が悪い人にやりがちなことについてお話ししていきたいと思います。というのも、私自身がね、非常に運動神経が悪くて、できないことを周りに理解してもらえないという経験を子供の頃からしてきました。なので、これを見て、運動神経が悪い人ってこうなんだなっていうのを知ってもらいたいなと思うのと同時に、指導者の方だったり、子を持つ親の方にはちょっと参考にしていただければなと思います。でね、まず私は運動神経が悪いんですけど、他の運動神経悪い人とは少し違うかもしれません。というのも私の場合、小学2年生から高校3年まで野球をしていて、小学生、中学生の頃は自分で言うのもなんですけど、地元のスター選手でした。で、高校も野球の特待生として入ってますし、高校では1年生の頃から3年間4番打者でした。でね、まあ実際この経歴だけ言えばね、輝かしくは見えるんですけど、実際は狭い世界のトップにいただけで、プロレベルで見れば本当下の下です。高校も弱小校でしたからね。私は本当足も遅かったですし、守備も下手でした。ただバットだけはめちゃくちゃ振ってたので、それが周りに差をつけてたとこかなと思います。で、まあ足も遅かったんですけど、高校入ってやっぱ走り込みすごいしたので、その影響か中3から高3までで 50m 走のタイムは1秒縮めましたね。中3の時が7秒6とかだったんですけど、高3の時が6秒6でした。そんでね、ここからがまあ本題なんですけど、まあ自分とその運動神経がいい人の違いは何だろうと、大人になって考えて、いくつか原因を見つけたので、ちょっとそれをお話ししていきたいなと思います。まずはね、この運動神経悪い人は、末端の筋肉しか動かせてないんだなっていうことです。どういうことかというと、例えば、野球で言えば、野球はボールを投げます。一重に投げると言っても、投げるときって、肩とか腕だけではなく、このインナーマッスルだったり、あとは背筋だったり、あとはピッチャーで言えば、下半身も使って全身を使うんですけど、運動神経の悪い人だとね、肘から先ぐらいまでしか使えてないんですよね。まあ、よくて肩までですね。なんか、見よう見まねで肩こう振りかぶるんだけど、実際投げてるのここだけみたいな。ここだけっていうね。っていうのがまあよくありがちだなっていうのはありますね。で、バスケで言えばね、バスケのドリブルもね、運動神経ある人だともうここしか使ってなかったり、あとはバレーボールのスパイクを打つときもこの腕の力だけで打ちに行くとか、まあそういったとこですよね。で、あと走るときにしてもそうですね。短距離走の選手も下半身だけ鍛えてるわけじゃないですからね。体を見ればわかるように、ちゃんと上半身も鍛えてますよね。走る時の腕の振りだとか、体幹、体を、の芯をぶらさないように体幹を使うとかっていう走り方をしてるんですけど、運動神経の悪い人は、やっぱり足だけで走ろうとしてしまいますよね。アメトーク見てる人はわかるかもしれないですけど、ロンドンブーツの1号、2号のアツシさんが、なんか、モモシンとか、巨乳走りとか言われてますけど、あれなんかは足だけで走ろうとしちゃってますよね。それでいて、肩に余計な力が入ってるので、まあ、あんな面白い走り方になっちゃってるんだなっていう感じですね。これも、運動神経悪い人あるあるで、肩に力入りすぎっていうのがありますね。トレーニングしてても、例えば胸筋とか、胸筋と上腕三頭筋を鍛えるチェストプレスっていうマシンがあるんですけど、運動がこういうふうに押すやつですね。運動が苦手な方はね、押すときにグッと肩上がっちゃうんですよ。肩上がってこうやって押しちゃうんですね。ただそうすると、まあ余計なところに力が入って、肝心な胸とか上腕三頭筋が、しっかり負荷をかけられないっていうことになっちゃうんですね。なんでやるときはもうしっかり肩を落として押していくっていう風にやんなきゃいけないんですけど、
まあ、やっぱ運動が苦手な人はこの肩にどうしても力が入りがちっていうのはよく見受けられますね。で、肩がね、こうやってなっちゃうのはね、日常生活においても、いいことほとんどないので、心当たりある方はちょっと気をつけていった方がいいのかなとは思います。で、走ることで言うと、運動神経が悪い人に共通しているのは、下半身をうまく使えないっていうことですね。多分ね、大きい筋肉を動かすのがね、苦手なんですよ。運動神経悪い人は。で、スポーツはほとんど下半身主導なので、下半身をうまく使えない運動神経の悪い人は、当然スポーツ全般に苦手意識を持ってしまうことになりますよね。これもね、アメトークのネタなんですけど、フルーツポンチの村上さん、膝神なんて呼ばれてますけど、膝神なんて呼ばれて走り幅跳びで砂場に刺さったりしてますけど、まああれがまさしくそうですよね。あそこまで極端なのはね、レアだとは思いますけど、下半身をうまく使えないから、ああいうことになっちゃうんですよね。で、私が小学生から高校まで、いろんな教師や指導者に会ってきましたけど、そういった体の使い方を教えてくれる人は一人もいませんでした。このね、体の使い方っていうのに視点を向けられる人って少ないんですよね。多くの指導者は、できないっていう結果とか、目につきやすいとこを指摘するぐらいしかできないんですよね。私が学生を卒業したのはもう10年以上前になるので、今はもういくらか違うのかもしれないですけど、私が高校生の頃は、ミスすれば問答無用で怒鳴られるか殴られるかってだけで、なんでミスしたのかっていうのを教えてもらえることはなかったんですよね。なんで、まあ高校生ながらに、こんなんで野球上達するわけなくないっていうのは思ってました。まあね、そういう指導者がゼロになってくれればっていうのは思いますね。ただですね、子供への体罰っていうのは、時には必要だと思います。野球で言うと、野球ってめちゃくちゃ危険なスポーツなんですよ。硬いボールに、金属のバットに、金具のスパイク。これだけ凶器になり得るものを扱っているわけですから、集中力を欠いたり、ふざけたりっていうのをすると、やっぱり死につながるんですよね。なのでそこは見過ごしちゃいけないところだと思います。なのでそういう時にはもう本当に張り手をしてでも叱ってあげるっていうのは必要なことだとは思います。個人的には。まあ今のご時世ではね、それすら難しいのかもしれませんが。で、すいません。最後に少し話それましたが、次回も引き続き運動神経の悪い人について話していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。